さあ、棋聖の佐藤は一昨年の1月場所で優勝しまして横綱に昇進しました。しかし相次ぐ故障の影響もあり去年の9月場所以来、そして去年まで、昨日まででなんと不戦敗を除いて8連敗と横綱のワースト連敗記録を更新しています。堀さん、まあ唯一の日本人横綱ってよく言われてるけどもうこの引退残念ですね。高須先生、後ろに高須先生いましたね、うん、そこ、はい、集中してください、はい、さあ瀬の里に関連してネット上ではある噂が話題になっています。それは瀬の里佐々木作同一人物説。何ですかこれ。さあ佐々木作とはバーチャルライバーと呼ばれる動画配信などを行う高校2年生のキャラクターです。エマちゃん、こんな可愛い女の子と瀬の里が同一人物と言われてる理由は分かりますか。これはなんかもう瀬の里がストレス発散の場にしてるっていうことですか。可愛い声を使って。あり得るあり得る。でも噂されてるのは実はこういう理由です。佐々木作のデビューは去年7月、一方棋聖の里は7月場所を休場してるわけ。さらに棋聖の里が引退を発表した今日、活動休止していた佐々木作の復帰を匂わせるツイートを運営会社が行いました。このことからネット上で棋聖の里は相撲の合間に美少女キャラを演じてたのではないかっていう噂が広まってるわけです。まあでもね、アスリートのねやっぱり引退後の仕事っていうのはやっぱいろいろこう模索が続いてるでしょ。希望かもしれないです。ありあり。だ本当に同一人物なのか、はいはい、その真相を佐々木作の所属事務所に NIJISANJIさんにお伺いしたところ。全く関係ないです。そんな声じゃないですよ。パックさん苦笑しながら即答しました。やっぱり別人だったと主張するよ。どうなんでしょうか。